ロシア訪問をめぐり、日本維新の会を離党した鈴木宗男参議院議員が昨日訪問の動機を第二次世界大戦の日本の経験を伝え、停戦を促すためと説明しました早くやめとけば、東京、空襲も沖縄戦も、広島、長崎に核が落とされることなかったんですよ。過去の日本の経験からも早くやめたほうがいいんだ、これを伝えたい。 それででっただけなんですよ札幌市で宗男氏はこのように述べ処分を下そうとした維新の会を歴史を勉強していない政治家と批判しましたそして私のモスクワ行きが無駄でなかったことは歴史が証明すると強調しました宗男氏は5日までロシアを訪問し現地メディアにロシアの勝利を確信しているなどと発言していました。